質問をお願い、したいと思います。貧困ビジネスの被害者です。貧困ビジネスに対してどういう政策を考えていらっしゃいますでしょうか。ごめんなさい、ちょっと質問が広すぎて、もうちょっと限定してお話ししていただけますか。貧困ビジネスのについてどういうふうに変えていきたいと思っていらっしゃいますでしょうか。ごめんなさい、そこです。貧困ビジネスと一口で言われたとしても、はい、あなたが被害に遭っている貧困ビジネスはどういったものですか。貧困ビジネスというものを知らない人が多すぎますということなんですけれども、どう説明したらよいのでしょうか。ごめんなさいね。軟禁状態にありました。5ヶ月間、軟禁状態に5ヶ月間あって、汚水を飲まされるという被害に遭いました。これは健康的で文化的で、健康的で文化的で人として当たり前の制度な、人として当たり前の生活なのでしょうか。ありがとうございます。ちょっと今の内容からは私なかなか汲み取れる能力がちょっと低いみたいで申し訳ないです。まず最初にお詫び申し上げたいと思います。例えばですけれども、貧困ビジネス、私が知っている貧困ビジネスの一つというふうに考えるならば、生活保護の受給を、させた上で、非常に狭い、なんだろうな、人間の居住 空間とは言えないようなところにずっと住まされる。で、まあ、その、生活保護費が手に入った時にはほとんど召し上げられてしまって、で毎日お弁当は出るけれども、相部屋であったりとかベニヤで仕切られたような部屋、畳2畳縦に並べるような形で何か居室が提供されるような、そういうような、貧困ビジネスっていうのは私は、聞いたことがあります。であなたが、具体的にどういうような状況にあったかということは私は、そこから知ることはできないんですけれども、今私が話している内容に関してやれることは何かって言ったら、そういうある意味でまずこの国に作らなきゃいけないことは様々ありますけど、公的な住宅、どんな状況にあったとしても公的な住宅につながれるってことが非常に重要だと思うんです。だって例えばですけど、一人で暮らそうと思っても敷金、礼金、他にも保証人、さまざまなものが必要になってくるわけですよね。それだけの資産っていうものを本人が持ってるか誰かから借りてこれるかっていう、それさえも資産、そういうものを持ち合わせてなかったりとかすると当然それリーチできません。でそういうような不動産屋に、例えばですけど生活保護というところから熱心にね、そういう住まいを紹介してくれるっていうところにつながれなかった場合に、行政はそういった貧困ビジネスやってるようなところにも丸投げしちゃうような状態が実際にあると。ある意味でちゃんとそういう居住というものを国が、住まいは権利として整えないという部分において被害者が増えていってるっていうところは認識しています。だから私たちがやりたいことは何か、公的な住宅を拡充したい。全住宅のうちの社会住宅と呼ばれるものは日本の中では 5% ぐらいなんですよ。でもヨーロッパとか行くとやっぱり2桁台普通なんですね。つまりは日本の中に公的住宅圧倒的に少ない。だとするならば公的住宅増やさなきゃダメじゃないですか。だってこれはね、例えば貧困という状況にある人のみじゃないんですよ。例えば一人独居老人、次の住みかと思って何十年も住み続けてきた家、もう建て直すよって言われて出て行かされる、ごめん建て替えしなきゃダメなんです、出て行ってください、2年以内にみたいな。でもそこから不動産屋回りしても家は見つからない。どうしてか、だってあなた一人で死ぬでしょって話。でもそんな切ない話ないですよ。そんな時にちゃんと公共住宅っていうものがあれば、これそんな思いしなくて済むでしょ。人生の最終幕にそんな地獄みたいな目に遭わなくて済む。住居っていうのはこれは基礎ですよ、生活の。家がなければ生活もできないし就職もできない。それを考えるんだったら、これは住まいは権利っていうことがこの国で徹底されなければならない。新しい公共住宅を作るという考え方もありますけれども、山ほどある空き物件いろいろあるでしょう、マンション、アパートも。だとするならば国が胴元になればいい、借り上げればいい、国が保証人になればいい、世代横断的にこの住宅っていうところにリーチできない方々に対して手を差し伸べる、これは基本的な政策として私たちが掲げているものです。ありがとうございます。